この間ね、はいはい、あのー、後半の話の記者会見にノーネンレナが出た時に東京編ね,ね、うん、東京編で、うんうん ナレーションがにな,なると、うん、聞きたかったそれ達雄にね、はい、だ僕はずっと「あまちゃん」ってナレーションから読み解く「あまちゃん論」っていうのをずっとまあ僕提唱してたんですけども、うん、ここであナレーション問題いよいよいうもう一回ちょっとしこの間言ったアマア「あまちゃん」のナレーション問題達雄復唱してくれるまあその宮本信子さんが現在やってるナレーションというのは宮本信子さんがいないところの描写とかもなさってるので小説でいうと神の視点みたいなものなんですけど実は 場合によっては、あきちゃんとかゆいちゃんの気持ちを代弁したりとかうるせえな、こいつみたいなことをそのまま言っちゃったりとかあるいは番組の最後に視聴者代表としてこのあと、またね今日はここで終わりみたいなことを言ったりとかちょっとその落語家みたいなちょっと話者が出てくるようなどっちかというと僕は神の視点というよりは守護霊的な視点だと。ははははいいいい だから主人公は能年玲奈なんだけど、まあきちゃんなんだけど、あきちゃんの心が分からない、うん、外側からナレーションしてるだけで、うん、まあたまに代弁してくれるという。なので 主役が萌えキャラになってるっていうことをちょっとお話ししたわけですわ、はいうん、からないからね、うん、でそしたら、まあ、鹿島さんが実はその、ね、工藤さんがあのムでコラムでししあの学生の頃からナレーションあの朝ドラとは何か、うん、あの情報を全部入れるんだよっていうのを聞かされてて、うん、でやっぱりナレーションは自分はそんなに得意じゃないっていうのを書いてたコラムがあったんですまさに「アマちゃん」を始めることになりましたって1年前のコラムそ,、ね、それで1話僕見た時に、うん なんだろうこのナレーションってものすごい違和感があって、うん、ああこの人死ぬんだなってちょっと思ったんですよね。と思った守護霊だからと思ってて、て、うん、そしたら2008年という設定があるからああ2011年にそういうことになって、えー、今、2013年の幽霊の状態で物語を戻って回想してくれてる紹介してくれてる。 まあ話者落語家、いやー、もうぞとしたね、なんじゃないかという話をしたらですよ、後半、にだから東京編は、自分でなる確かに、じゃあ、それはこれは何を意味するのかということなんですよねこれは、達夫がそういうこと言ったから慌てて、たん修正した、そんなわけねえとそんな時間って、海女局員がいたと、海女局員がいたと、これ、考え方としてですよ。 地域によってやっぱ話者を変えてるんじゃないかなだから東京はあきちゃんがナレーションするんですけどそれ視点が変わっちゃうじゃんこうなるとどうなるか、うん、要は今度夏バッパが何考えてるか分かんなくなるわけですよねそうだね宮本信子萌えなんですこれ次その構造で言ったらそういうことだ本当のさっき言ってたアイドル論に繋がって宮本信子アイドル論になっていくわけなるほど うわだから僕ね逆算したんです、うん、2008年に、まあうん、東北に来て今ちょうど今これ喋ってる時点では2009年を舞台にしてるじゃないですか、うん、ってなるとえっ、ー、とあきちゃんが2011年、うんうん 成人式ででで戻ってくる予定なんですうん、うん、でその辺りでまた東京からまあ地元に戻ってくるわけですからおばあちゃんと最後会う,うん、うん、で3月を迎えます、うん、成人式1月ってことでしょだからその辺りの時に宮本信子が何を考えてるか僕らは分かんないから。うん じゃ仮にですけど震災でおばあちゃん亡くなるにせよ生きてるにせよおばあちゃんがその時何考えてるかっていうのはあきちゃん目線で僕らは知ることになりますよね。うんうん、っていうことは感情移入度としてはものすごくおばあちゃんに近いものにならざるを得ないと思うんですよもっと先読みするとですよ、うん、また、じゃあそういうなんか震災とかがあって戻ってきた場合おばあちゃん亡くなってます。 三人目のナレーションが出てくると思うんです。えレンさん違いますわ。三 <laughs> <laughs> 人目のナレーション三<誰>人目のナレーションキョンキョンですよ。ハルコはー。そうなのそうですよ。なるほど。って思うのね。なるほど。ほう。つまりあの女系家族の三人のアイドル、 人生それぞれ描かれるいうか、うん、っていうのが、まあ、俺の妄想ね予想じゃないよ、予想すると絶対違うんだけど、まあ、妄想としてはそうなってほしいなって。